はい、バスボーナス TV クリリンです。今日はですね、僕が愛してやまない、小池 F または旧小池、これのクリリグ、これで、かなりの超過を、正直出してます。で、これの、まあこういう流れでこれになったっていう、このリグになったっていう、歴史と、でさらに、これね、質問にもあったんですけど、どういうリグでどうやってるのか、まあ実際に商品名出してきて、この商品を使ってこうやってこうやっているっていう、流れをですね、しっかり全て公開しようと思いますので、最後まで聞いていただくと、見てるあなたも、僕と同じような釣りをして、超過がグッと上がると思いますので、ぜひ最後まで聞いてくださいってことで言ってみましょう。はい、では始めたいと思います。ちなみにこれ見てください。JB2 の、四国の第2戦旧吉野川で、くじめさんがね、JB2 って2人でボートに乗るんですけども、そちらの戦いの時に、くじめさんの相方の方が欠席で偶然僕出させてもらったと。でその時に、優勝しました。あ、はい、ありがとうございます。パチパチパチということで、ちょっと飾っとくんですけど、売れ気に普通に嬉しいですからね、こういうのなかなかもらえないんだよ、盾とかで。ちょっと置いときますか。でその時に、3本で 4700g 釣ってます。で、1本目がスピナーベイトル釣って、残り2本っていうのがこの、旧小池のクリリグ、これで釣ってます。だからそれだけ、ああいったプロの戦いでも実績があるルアーになります。はい、でどうしようかな。まあ、最初はちょっと流れを沿って話していきます。まあ、歴史的な流れから話していきます。吊るしの釣りですよね、簡単に言うと。もともと僕がどうやって吊るしをしていたか、多分皆さんが一番やってる釣り方、これですね。エグ玉のタイプレベルにエグバグのセッティングですね。これでね、僕もね、かなりの本数釣らせてもらってます。実際にね、すごく画期的で、すごくいいルアーで、ちなみにもしこの釣りをそのままやるっていう人がいるのであれば、おすすめのカラーは僕はこのカラーですね。ちょっと黄色が入ったラバーに、ダークシナモンブルーフレークだな噛んどるけど、このセッティングでかなり釣ってて、でここからずっとやってたんですけども、ちょっと歴史は流れます。この辺りから、ちょうど1年ぐらい前かな、ちょっとくじめさんと結構話すようになったタイミングで、だーで陳列しているハイダップルアーを、くじめさんがハイダップなので見ていると、僕が一番、ピンと来たのはこの小池 F というルアーでした。これめちゃくちゃ釣れそうじゃないですかっていう話をしてて、何か僕の釣りでさらにもっと釣れる超過を得られるような釣りにならないかなと考えた時に、一番最初にしたの何だと思いますか？ちょっと意外だと思いますよ。一番最初にしたのがこれ、わかるかな？エグ玉のタイプレベルに、小池 F をちょん掛けしたもの、これを一番最初にやってみました。実際これで1匹釣ってますね。これも1回動画になってるかな。野池で1匹釣りまして、こうやって釣ったんですよ。でも何かちょっと違うなって思ってて、その時にこれ見てどう思いますか？もう軽すぎるだろうと思いませんか？バランス悪くないですか？もうなんか大きくなりすぎてんすよね、シルエットが。でこれは違うってなって、まず最初に編み出したっていうかね、考えついたのが、これはもうあのエグ玉タイプレベルのこのラバーって、このピンとしててめちゃくちゃいいんですけど、これもいらねえんじゃねっていう見解になりました。もう系と系でもしつこいだろっていうことで、もう直接系を取って、こんな感じでね、
通にちょんがきすると。ここからが、クリリーグの始まりです。こんだけ、はい。で、余談なんですけど、その間にこんなこともしてます。これはボトムアップさんのコスモに、これ見える小池シュリンプのミニ、このセッティングでも結構釣ってます。小池シュリンプのミニね、これは正直今からでも使います。これはなんていうんですかね、特にこれからの時期、冬とか、とてもナーバスなバスを釣るとか、結局はこういった小さいシルエット、これエグバグと比べてみたら分かりやすいんですけど、こんだけシルエット違うんですよね。これエグバグ、エグ玉っていうのはかなり食わせもあって、釣れるんですけど、どっちか言ったらアピール結構強いって僕のイメージがあるんですよね。まあ、要は気づかしてくれる。これに関してはこうすごい食わせ要素というか、なんていうんですか、ナーバスな魚とか、冬になった、冬になりきった魚が、あーどうしよう、パックみたいなルアー、まあ、これ余談です。これもやってます。で、このクリリグ、小池 F で釣りまくりました。僕にぴったりあって、なんやねんこれ、めっちゃ釣れるやんけなった。これがなんでいいか、この、小池 F エラストマーなんですよ。エラストマーって何が起こるか、浮くんですよ。浮くってことは、この吊るしの釣りにおいて一番重要視していたのが、水平姿勢、まあ、あのエグダマタイプレベルでも言ってると思うんですけども、とにかく水平姿勢っていうのが一番大事になってきます。で、何がいいかっていうと、この針の先端にかければものすごくケツがこう浮くんですよね。この 3.5 グラムっていう重さに対して浮いてくると、でちょうどよく水平姿勢を保ったまま、アクションができる、そして食わせ要素がある、だからよかったっていうのが、一番最初の小池 F として出したクリリングで、そこから、出したじゃないわ僕がその商品を使ってやらせていただいてたクリリングで、そこから、月日がもうちょっと流れて、今度は、小池 F から、まあ、旧小池という商品が出ました。今年なんですけどね。で、この旧小池でクリリグというかね、まあ要は、ちょっとクリリグって呼ばせてもらってるんですけど、このジグヘッドでやる釣りを。旧小池で釣るっす。まあ、やることは一緒ですよね。じゃあ全部旧小池でいいのって思うかもしれないですけど、これとこれで結構違うんですよ。こっちが小池 F、こっちが旧小池。この旧小池に関してはすごく張りがあるんですよね。もうピリ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 って感じで、小池 F に関してはまあ旧小池ほど張りはないけど柔らかい素材になっている。で、こっちの方が浮力が高いで、大きさ的にも、まあ、大きさそんな変わんないんですけど、アピール力としては、小池 F の方があるので、広い範囲を探っていきたいんであれば小池 F で、ピンをもう絶対こうしたいんだったら旧小池、こういう釣り分けをしております。で、一番聞きたかった、皆さん聞きたかった、あのフックのセッティングと、何のジグを使っているか、ちなみにこれが、ボトムアップさんのこれコスモね、コスモでやってます。コスモも結構やりまして、で、あとやってるのがこのビーク。これは何でかっていうと、この間の J2 の戦いの時に、コスモじゃああのプロの戦いってこのエコの仕様のルアーじゃないとダメなんですけど、エコ仕様じゃなかったので、このビークだったらエコ仕様だったので、このビークで最近やってる。で、どっちがいいのって思うと思うかもしれないですけど、正直言っていいですか、どっちでもいいです。どっちも釣れる。で、違いとしてはビークの方がちょっとシャンクが長くて、針の軸が太い、だから、強いタックルで強いフッキングする人はビークの方がおすすめかな。ちょっと針が負けちゃう可能性があるんで、コスモだったら。だけど別にどっちでもいいと思うんです。究極は釣れるだし、別にエグ玉でもいいと思いますね。
まあ、基本は、こういう吊るし専用で作られていたジグを使うのがベストです。なぜかというと藍が90度に向いていて水平姿勢になりやすくなってるから。だから、まあ使うとしたら3つかな、このビークか、この使ってるコスモか、エグナムタイプレベルを使って、毛を抜いた状態で使ってみてください。で重さは、僕は基本は 3.5g、 その基準に、重くしたいんだったら 4.5g とか、まあそれ以上軽くするんだったら僕はもうスピニング変えるんで 3.5 か 4.5 ぐらいまでかな。最初やり、一番最初に覚えてもらう、やってみようと思うんだったら少し重い方がやりやすいと思います。 4.5 とかで慣れてくると 3.5g まで落とした方が釣れる、自然界に近い、軽いほど自然界に近い重さになるので、あと吸い込んだ時にね、重いより軽い方が口の中入ってくれるんで軽い方がいいっていうセッティングで、もう一個ある、これだけじゃないですよね。クリリグってスピニングのセッティングもあるんですよ。でこれはちょっとスピニングタックル持ってきてるんで、これが実際に僕が、結構サイトとかで使うっすね。サイトがメインになるかな。クリリグのスピニングのジグヘッドバージョン、こういった感じ。これ何グラムか、これ 1.3 グラムですね。でこれどんなジグヘッド使ってんのって思うかもしれないですけど、これに関しては、インチバッキーアイガード 1.3 グラムこれ使ってます。これはね、正直インチバッキーのアイガードだったらガードがついてるんで結構攻めれるんですよね。吊るしたりするのもいいし、ガードがなかったら吊るしてもさ引っかかるじゃないですか。やっぱスピニングで吊るしても引っかからずに帰ってくるっていうのが大事。この 1.3 グラムでいろいろ使いました。で結局やっぱりね、究極に一番いいのは 1.3 グラムだったですね。 1.3 もしくは 0.9 だけど 0.9 ちょっと軽すぎるんで、 1.3 が一番操作性も良くて使いやすくて距離もある程度飛んでっていう 1.3 グラム。これが一番おすすめですね。でこれがなんていうんですかね、 1.3 より重くするんであったらもうさっきの 3.5 グラムのベイトでやればいいし、その間特に僕はいらないと思ってます。むしろ持ってないです。それの2つで釣れば一番釣れる。でこれに関してはこのジグヘッドインチワッキーは別に90度の藍じゃないじゃないと思うかもしれないですけど、もうここまで軽くなったら関係ないです、正直。あくまでも90度藍が大事だったっていうのは、重さがあるからなんですよね。重さがあるから90度藍が大事だった。でも 1.3 グラムだったらもう余裕でケツの方が浮いちゃうんですよね。だからそんなに関係ないかなっていうふうに僕は思ってます、個人的にね。こういう感じですかね。流れ的にはそういう感じで、クリリグと、皆さん言ってくれてるんですけど、そういったものが出来上がってきたっていう感じですかね。これだけあって僕正直この2本だけ持って釣り行くのだけでもかなりの安心したチョークが出せるかなというふうに思います。はい、今日はねそういった感じのゴリゴリの吊るしクリリグの話をしてみました。9個いけね。で、好きな色スカッパの、なんでか聞きたいですか？スカッパのがいいのはある程度の水の色でも対応できる。こういうねちっちゃいピリピリしたようなルアーって、ちょっと余談なんですけど、大きい黒毛のワームは、クリアなとこじゃ釣れないイメージあるじゃないですか。ここまで細くてピリピリするとクリアなとこでもこの濃い色で釣れるんで、でってなるとクリアでも効くし、なおかつ濁ってるとこでもある程度目立たしたいスカッパのっていう選択ですね。だから正直言うと別にこれ系のルアーになってくるとどんなカラーでもクリアでも釣れるので、あんまり気にしなくてもいいのかなっていうふうには思います。はい、9個いけで、ビークで、コイケーク、このあたりをね使いこなしていただいて、あなたにとっていい釣り、またはこれを覚えると確実に超かわ
上がりますんで、ぜひ試してみてください。こういうのってね、結構シークレットにしてて皆さん言わない人とか結構いるんですけど、うまくて僕はそういう考えじゃなくて、できる限り、もうみんなに発信していきたいと思います。で、僕が釣っているような魚も釣っていただければ、より良いのかなっていうふうに思います。あくまでも、ある程度の人のために言ってます。めちゃくちゃ上手い人は真似しないでくださいそれ以上釣ってもらうと困るので、中級者、初心者とか今から上手くなっていこうって方は試してみて、自分のね武器にしていただければというふうに思います。はい。ちなみに、サイトで使うようなスピニングで好きなカラーはタマランバイブルーカラーが大好きです。はい、ということで以上になります。またこんな形でラジオも撮りたいと思いますので、他にも何か質問とか初心者の方でもこんなことは聞きたいとかあれば、コメント欄にいただければ、とても私的にも嬉しいのでよろしくお願いいたします。ということで今回以上になります。バイ。